アルマンド・アルマンドは舞曲の一種である。バロック音楽の時代には気楽曲形式として栄え、組曲の第一曲、または前奏曲に続く第二曲として採用されることが非常に多かった。16世紀のフランスでは地面に足をつけた中央の遅さの二拍子のダンスで、組になった男女が列を作って進みながら踊るダンスであった。パバーヌに似ているが、それよりは、 若干早いとされる。この時代のアルマンドのダンスは、アルマンド本体、ルトゥールと呼ばれる同じリズムの部分、それに続き白が三分割されるクーラントと呼ばれる部分で構成されていた。イタリアに移入されたこのダンスも、同じようにアルマンド本体と三拍子のコレンテ、またはサルタレロなどが組になっていた。17世紀には作曲家によってアルマンドは店舗にある。 程度の自由度がある四拍子の部曲にされた。その後の作曲家たちは自由な発想でアルマンドを捉え、大法を取り入れたり、様々な幅のテンポのものが作曲された。18世紀後期、拍子が三分割されるアルマンドが編み出された。ただし、アルマンドの拍子の三分割はその起源から見られる。これは、ワルツの前身とも考えることができる。ただし、 ワルツの起源は、ポアトゥーと呼ばれる、ブランドの一種から来るマズルカが起源という説が有力。ありがとうございます。